これはですね、宮本橋っていう橋です。で、左岸から右岸にかける橋ですね。で、この橋はなぜ重要かというと、糸魚川、松本間に重要な橋が3つあるんです。そのうちの2つが小谷村ですけども、最初のこの宮本橋が、この奥に要するに本街道と分かれて、竹林古道の若さら、いわゆる分岐ですね。分岐を下ってこの橋を渡って姫川の右岸を歩いて海に通じる道、これはもう古代に遡る古い道です。で、今我々が通っているのはこちらの本街道だけども、これが非常に重要な橋です。で、さっき3つ言ってみました。宮本橋、それから姫川を下って尾網橋、それから松本と、豊科、今安曇野市ですけどね、あの犀川に架かる、熊倉橋、この3つの橋のうちの1つなのね。非常に重要な。で、昔はもうもちろん 一本の橋とか、木の橋ですからすぐ水で流されちゃうんですね。そのたんびにこう大きな材を山から切ってきてここへかけるんだけども、もうしょっちゅう流されるんです。で、ちょっと災害でこれを流されちゃうと、もう向こうの道は使えないわけですよ。そうするとこっちを使わざるを得ない。今度はこの下流の湾出しが落ちると、この道を使えないから今度はこの道を使うというように、潮の道を使い分けたんですね。そのための重要な橋がこの宮本橋です。絵図にも出てきますしね、燕岩という地名にかかる、宮本っていう地区にかかる橋の一つです。その大きな岩がね、そこの信号の50メーター行ったところに大きな岩が2つあるんです。で、そういう岩が、そこを含めて燕岩って言うんだけども、そこから地名が来てるんですね。この大きな岩ですね、諏訪信仰ってありますね。諏訪の御柱祭りが、その前の年、諏訪下社の大堀さん一行がはるばる諏訪下社から歩いてきて、で、この先の越後と新信濃の県境の杉の巨木に鎌を打つっていう神事があるんです。その鎌が運ばれてくる道筋なんですね。で、その時に、何泊かして、安曇野から白馬村、そして小谷入って、大事なとこはこの白馬村の切窪っていう諏訪神社で一泊して、そこまでここから15キロぐらいありますが、朝立ちしてここでお昼を食べたと、休憩したという場所です。で、ここで休憩してこの先の大峰峠を越えると
もう四国の中に大宮諏訪神社があるんです。中津市の大宮、これは豪社ですけど大事なんです。そこを一旦苗木を収めて天気のいい日を見計らってさらに越後の県境行って信州と越後の県境の御神木に移すための神社がこの先にあるんですね。その手前の休憩の場所だ、諏訪信仰の大事な史跡の一つですね。これもね、一つの山杉ですけどね、さっきの白山社の諏訪の山杉と同じ仲間ですけど、枝ぶりがこう横に張ってますよね。周りのこの普通の杉と全然違いますね。同じ系統だけども、この木だけは上で なぜかそこで枝が密集して出てるっていうのが珍しいんですって。植物学的にね。で、目通り5メーターです。結構巨木ですね。今大峰峠にいます。で、大峰峠から今牧田を見てます。で、今清水山っていう集落が今点々と見えてますね。で、あの中へ行く道じゃなくてこちらの方のですね、右側の方の今ちょうど手前の杉の木がありますね。ちょうど杉の頭あたりの向こう側にこう杉がずっと並んでますよね。あれが高町越えなんです。で、今その延長線に今赤い屋根、あれが高町一軒のお宅ですけどね、あの家を回り、尾根が来てますから、あの尾根を回り込むと渦橋というかっては三四軒家があったんですけども、今一軒素晴らしい家がありますけども、それを回り込んで今度は深原という集落に下るんですけども、これが高町越えという一本の道です。で、さらにその延長の赤い屋根の左のちょうど下りかけて合わさるあたりね、こっち側の手前の尾根と右側の尾根が合わさって、すぐ右側のちょっと中間に杉の木がこう10本ぐらい並んでます。あれが地蔵峠です。で、さらに一番向こうの尾根筋に杉の木があります。あれみんな5メーターぐらいの巨木です。で、あれの右側の平ね、平らのとこがいわゆる勝手のいわゆる古代の三坂峠なんで、それは信州の神の坂から通じる、古い古代の道筋がこれだと言われてるんです。で、あの尾根を越えないとあそこから海が見えますけども、あれを越えてさらに鳥越峠っていう峠越えがあるんですけども、今峠を3つ見てます。で、苗木山のさっきお話ししましたけども、苗木山はるばるさっきの音岩からさらに運んできてここへ来ると今日の終点の大宮諏訪神社の森が見えるんですね。そこで一通り一段落するわけですけども、その何日か先に天気のいいように見計らって今の3つの峠を越えてさらに鳥越峠、都合4つの峠を越えて行かないと、トドっていう集落にある境の宮ね、そこの御神木には至らないわけです。まだまだその御神木を打つ木はまだまだ20キロ先なんです。そういう場所に今我々います。で、ここが大峰峠ですね。